死刑になる犯罪っていうのは、まあ、日本にどれだけあるのかと、周りでこう生やした人とかも含めて調査される。でこれが唯一死刑だけ、人が死んでなくても死刑になることがあるのはこれら。ある意味一番怖いような気はします。皆さんこんにちは。世の中をリーガルチェック、弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。死刑になる犯罪っていうのは、まあ、日本にどれだけあるのかというところをちょっと今回は解説していきたいと思います。意外と僕もなんか、まあ、刑法には触れる機会は多いんですけども、何個あるのかなって意外と数えたことなかったので、今回はそれを、まあ、カウントして、それは皆さんにも知っていただきたいなと思います。でまず何種類あるのか、もう結論としてドンと18種類あります。刑法に定められている、まあ、犯罪の中では12個あって、それ以外の特別法にさらに6つあるので全部で18個種類ですと。で、これをなんか、まあ、イメージというか、まあ、こんな類型あんのねというところで、僕なりに、まあ、パターンというか、類型に分けてみて、まあ、5個ぐらいあるかなと思って、まとめさせていただきました。まあ、人を殺す、日本攻撃、個人的テロ、ジャックプラス死亡、重大犯罪プラス死亡と。まあ、これだけ見ても分からないでしょうねとは思うんですけれども、まあ、こんな感じで分けられる。まあ、見終わった後に、ああ、なるほどねと思っていただけるかなと思います。まず一つ目は人を殺す。これについては、まあ、それはそうだよなと思う方も多いと思うんですけど、まず、まあ、定められているのは、まあ、大きく3つありますと。まず、殺人罪。これは、まあ、皆さんも試験があるのは知ってると思います。まあ、故意に人を殺す。で、組織的な犯罪という、殺人というのは、まあ、その犯罪組織をグループ化して、そのグループ、団体で殺人をするような場合で、ちょっと、短期が5年から6年にちょっと上がってますと。あとは、決闘殺人。まあ、決闘罪に関する件っていう、なんかもう、剣ってなんだって話なんですけど、そういう特別法があって、そこで定められていますと。で、決闘っていうのは定義的には、当事者の合意のもとに、まあ、合意、まあ、あと条件とかつけたりして、暴行をして、まあ、死傷させるっていうことが決闘にあたりますと。で、まあ、決闘の場合だと、喧嘩する当事者だけじゃなくて、周りでこう、生やした人とかも含めて、処罰されるという内容の犯罪になってます。でも決闘なんだから、初めからまあお互い怪我させることも同意してんじゃないのっていう気もするんですけど、やっぱこういう事態は危険なのでというところで、まあ殺人罪と同じ扱いになってます。まずは人を殺すという類型の中にまず死刑があるということですね。で、二つ目がもう日本を攻撃と。まあこれもなんとなく、まあ見ていただければわかるかなと思いますけども、日本をまあ内側からぶっ壊すか、まあ外側からぶっ壊すかのどっちかって話ですけど、まあまず内乱罪。まあ簡単に言うと、まあ、国会とか内閣とか、そういう統治機構を内側からぶっ壊す形でも革命とかクーデターみたいなものが、この内乱罪の該当する行為にあたりますと。で、これについてはまあ死刑と無期禁錮が定められてますという感じです。これはもう内側からまあ統治機構を壊す場合。で、この二つが、外側からですね。外観誘致っていうのは、海外、例えば、近くだと中国とか韓国に、まあ、そそのかして、まあ、日本攻撃しましょうよって言って、一緒になって日本攻撃させるような場合。あ、でも外国の武力行使を誘発するような場合が、この外観誘致罪に当たりますと。で、これが唯一死刑だけ。死刑しかないという刑法にな、まあ、刑罰になってます。まあ、そりゃそうですよね。日本、まあ、外国けしかけて日本に戦争をやらせるようなもんですから、それはまあ、相応の責任をということになるかなと思います。で、まあ似てるのは外観援助罪ですけれども、これは外国が攻めてきてるとき、攻めようとしてる、もしくは攻めてきてるときに、外国側にもう援助すると。例えば中国とか韓国が攻めてきたっていうときに、こちら側に武器提供したりとか、国内の情報を提供したりとか、攻めやすくするみたいな形で援助する、加担するという形の犯罪になって、まあ、これについてはまあ、いろんなサポートの仕方があるので、死刑無期2年以上の懲役という形で定められています。これが日本を攻撃パターン。で、3つ目は個人的テロ。まあ、テロっていうと基本的には国家への攻撃を前提にするんですけど、まあ、皆さんも、まあ、なんていうか、不特定多数の人に対して危害加えるような行為のことを、まあ、日常的にテロと言うかなと思ったので、そういう意味でこの個人的テロっていうワードを使わせていただきました。まあ、この5つになります。
要はもう無差別に不特定多数の人が死傷する可能性があるような行為、これがまあ個人的テロですと。で、まあ結果的にまあ人が死ぬ可能性があるようなケースっていうのが、まあ今回のこの俺らのように死刑が含まれていますと。これらの注目すべき点は、まあちょっと水道毒物等混入以外、まあこれはちょっと例外ですけど、基本的に人が死んでることが要件になってないんですよ。いずれも不特定多数の人が死ぬ可能性が高い行為をやったら犯罪成立っていうのはこの犯罪なので、まあ基本的には死んだ場合の方が死刑に該当するんでしょうけれども、人が死んでなくても死刑になることがあるのはこれらですと。で、まず1番目は現像建造物と放火です。まあ現状、これはまあ人がいる家を燃やしたという場合なので、まあお分かりになるかなと思います。で、2つ目が、あまり聞きなじみないかもしれませんけれども、現住建造物等侵害。まあ、侵害の侵がまあ浸すって意味ですから、まあ、これはもう水、取水という、まあ、丈夫な取水って言うんですけど、例えば、ダムとか池とかをまあ決壊させて、人為的に洪水を作って、まあ、人が住んでる場所とか、まあ、炭鉱とか、まあ、人がいるようなところに流したというような場合が、この現住建造物等侵害にあたります。で、三つ目、四つ目が同じような感じで、これはもう、これは爆発系です。まあ、ドカーンってやったら、まあ、それは当然のことながら、多くの人が死にますよね、と。で、まず、刑法上の犯罪として、激発物破裂罪。これは火薬とか、まあ、ボイラーとかを爆発させて、建物、電車、船を損壊、壊すようなのが、この犯罪になります、と。で、この爆発物使用罪っていうのは、これは特別法。爆発物取締罰則っていう、まあ、特別法に定められてるんですけども、まあ、近いんですが、こっちの爆発物使用罪の方は、もう、爆弾を、まあ、治安の悪化とか加害目的で爆弾を使ったら成立と、爆弾ドーンってやったら直ちに成立する犯罪で死刑無期7年以上という感じになってます。で、最後、まあ、このテロ系の中で、まあ、あの燃やす、水、爆発で、あとはもうこれが、まあ、ある意味一番怖いような気はしますけど、水道毒物と混入致死罪と、まあ、水道のまあ大元のところにまあ毒物入れて、もう多くの人に毒流すみたいな行為はこの犯罪に当たりますと。まあ、いずれも無差別に多くの人を死傷させるという意味で、やっぱ重いですよねっていうのは、この個人的テロ類型だと思います。で、丸四がこのジャックプラス死亡と。なんだジャックって話ですけど、要はもう陸、海、空の、まあ、ジャック、ハイジャック、シージャック、そして機関車とかも電車ジャックみたいなのの類型になりますね。で、まあ、汽車転覆等致死罪というのは、まあ、汽車。まあ、これは法律上は、まあ、艦船、船も含むんですけど、まあ、汽車を、要は倒したりとか、破壊させたりすることによって、人を、まあ、死なせた場合には、死刑無期のみですと。形になります。まあ、これはもう、まさに今だと、もう、10月からやる、鬼滅の刃の映画の中身、演武のやってることみたいなもんですよね。逆かな。まあ、演武がやってるのはこれです。もう、鬼滅の刃の映画はこれ。まあ、汽車転覆等致死罪と。で、二つ目の海賊行為致死罪。これはもうワンピース。海賊等致死罪は、まあ、海賊行為っていうのは暴行脅迫で、まあ、船を奪取、船を奪ったりとか、運航支配。まあ、別にあの、船を奪ってなくてもこっちに来いという感じで連れていく。あとは中にある財物を奪取するっていう形で、まあ、これはまあ、漫画とか、まあ、映画にもなるので分かりやすいかなと思うんですけど、この海賊行為をして、まあ、その行為の中で人を死亡させている場合には、死刑無期になりますと。で、これがまあ電車ジャック、シージャックで、最後はもうハイジャックですと。航空機ダッシュと致死罪。まあ、飛行機乗っ取って、無理やり乗っ取って、それでまあ中の人、例えばパイロットを殺したというような場合とかはこれに該当します。で、このハイジャックのこの別なパターンというのが、例えばまあ空港のまあ電気の設備とかはもう全部消しちゃって、墜落させたとか、他はまあ飛行機自体に何らかの細工をして飛行機を墜落させるというような場合がこの航空機墜落等致死罪になりますと。ということで、ジャック、やっぱりハイジャック、シージャック、電車ジャック含めて、多くの人が乗っていて、多くの人に一気に危険が及ぶ可能性のあるものに対して、まあ壊したりとか、まあ、倒したり、まあ墜落させたりっていうような行為については当然死刑というのがありますよという、これがジャック類型。ジャックプラス死亡という類型になります。で、そして最後はまあ重大犯罪プラス死亡と。てか全部重大犯罪だろうって話なんですけど、なかなかちょっとこれはもうグルーピングできなくて、
で、まあ見ていただければ、まあなるほどねと思っていただけると思います。まだまあ強盗致死、強盗殺人ですよね。まあ強盗自体が危険なのに、まあその時にその手段でまあ殺してしまった、もしくはまあわざと殺して強盗したというような場合には、これは死刑無期しかありません。ある意味これが死刑になる案件としては一番多いのかもしれないですね。強盗致死。まあこれは本当死刑無期しかないので。あとはまあ強盗強姦致死殺人と。これは強盗の機会に、まあ、被害者の女性だった場合には強姦までしちゃったと。今は強盗強制性交と致死みたいな感じでちょっと言いづらくなってますけど、もともとの強盗強姦致死、強盗強姦殺人の類型が、これも死刑無期ですと。で、最後は人質殺人殺害罪。まあ、人質に関しては、まあ、刑法上も略取っていう犯罪で、まとめられてるんですけれども、特別法があることによって、まあ、人質を取って不当要求した上で、その人質を殺した場合にはもう一発で死刑無期という感じになってます。いずれももともとの犯罪がもう基本的に重い犯罪なのに、さらに人を死亡させてるんだから相応の責任を取りなさいというのがこの、まあ、重大犯罪類型になります。で、最後におまけですけれども、まあ、死刑の執行についてなんですが、まあ、今挙げた5つの類型で、まあ、判決が死刑になった場合に、具体的に死刑の執行ってどうやってなっていくんですかというところを、まあ、簡単におさらいさせていただきます。で、まず死刑の執行方法は、まあ、皆さん知ってると思いますけど、まあ、高いところまで連れてって、まあ、首にロープつけてドーンと落とすと、まあ、ワンフロア分落とす形で、まあ、窒息させる、まあ、窒息とは首の骨を折って死ぬとか、そういう感じでの絞首刑が、これは刑法で定められています。で、刑事訴訟法上は判決確定から6ヶ月以内に死刑執行しろってなってるんですよ。ですけど、ほぼ死刑執行されてません。これはもう結局、まあ国の方で、これは訓示ですよと。これ義務、強制するものじゃなくて、まあ一つのガイドラインですからねというふうな解釈を示しているので、まあほぼ守られてないし、法律は何も言われてませんと。で、そのまあ具体的には法務大臣の命令で、死刑執行になりますけれども、法務大臣が印鑑ボンって押してから5日間以内に死刑を執行してくださいねということになりますと。これが比較的期間としては守られているのかなと思います。ということで、今回は死刑に該当する犯罪についてこうまとめさせていただきました。以前に死刑に賛成か反対かという動画を上げさせていただきましたけれども、やっぱりそういった動画、まあ、いやこれからやっぱり国民全体で議論にしていくべき部分だとは思います。弁護士だからって言って別に死刑反対論者ばっかりなわけではなくて、いろんな立場の人がいます。で、その死刑が賛成反対、どういった議論状況なのかということをまず知っていただく、まあ、一つのきっかけになってもらいたいなと思ってますし、どういった犯罪が死刑を含むのかということを知っていただいた上で、まあ、こんだけ悪いことやってんだから死刑もあった方がいいんじゃないって考えることも一つですし、いやとはいえ、まあ、取り返しつかないかもしれないんだから死刑ダメじゃないっていう、まあ、ヒューマンエラーのリスクを考えて死刑を、まあ、反対ということも、皆さんもこれは自由です。こう考えなければならないということは現時点ではない。皆さん一人、まあ、100人いたら100人の考え方があっていいと思っています。そういった死刑についての考えるきっかけになってもらえばと思って今回アップさせていただきました。皆さんも死刑についてちょっと考えてみてください。それではまた。